これで本日の定例評議会は終わりです。ねえロザ、サルバトーレの末裔が宣誓したみたいね。ああ、わしも聞いているぞ。なんだ、ここまで来るかしら。それは本人次第ですね。我々は誰が上がってきても公平に接しなくてはなりません。わかっているわよ、手出しはしないわ。カンタレラの若者も宣誓したと聞いたね。そのようですね。やあ、マキスだったな。覚えてくれたんだ。こりゃ嬉しいね。ところで、君の名前はジグ。カンタレラから来たんだろ。かもな。初めて会った時の服、あれカンタレラの服だよね。もうカンタレラは捨てたんだ。ただのジグでいい。どうかな、生まれはついて回るよ。あんたはどこなんだ。私は生まれも育ちもこのガンドワサ。町のことなら何でも聞いてくれ。ガイドなのか。似たようなものだね。私の仕事はランキングブローカー。ランキングブローカー。これはと思った相手に耳寄りな情報を流すのが仕事さ。どんな情報だ。興味ある？そう来なくちゃ。それじゃあ手始めに修練版のところへ。この人はお役人のウェルマー。私たちは年の離れた親友ってところかな。ねえウェルマー。親友、それは知らなかったな。まあこんな人だけど気にしない気にしない。ところでウェルマー、まだ告知されていない情報何かある？なるほど、ありがとうウェルマー。登録高地の岩場にタリー石というものがあるんだって。それを気候へ持っていけば一戦ランクアップだ。なんと、それはすごい。きっと七騎士の誰かの個人的な依頼だね。七騎士というのは先行機構の頂点に立つ7人、もちろんランキングの上位7人ってことだ。立法、裁判、治安維持、全部七騎士の仕事さ。だからこういう修練をこなして七騎士に名前を売っておくのは悪くない。さあ、まだ誰も知らない修練情報だ。どうするジグ。Thank you.
こういう情報はなかなか手に入らないよ。かもな。他にもいろいろあるんだけど。教えてくれ。もちろん。それが私の仕事だからね。ランキングブローカーだったら。うん。でもね、そう呼ぶ人が多いけど、私はディレクターと呼ばれたい。意味は？君に助言して導くのさ。あ、今余計なお世話だと思ったでしょう。でもね、耳寄りな情報を一人で集めるのは大変だよ。どう？私と組まない？条件があるんだろう。やっぱりな。君がランカーの頂点に立った時、マキスの助言があったからだと言ってほしい。あ？いや、世間に向かって叫べってんじゃないよ。私に向かって言ってほしいんだ。は？私はランキングの上を目指すほど強くないんだ。それでもやっぱりこの強さが全ての世界で生きていくしかない。つまり自分の居場所が欲しいんだ。君にはわからないよね。いいぞ。本当に？ああ。やったー、契約成立ってことで。君の力と私の頭脳、2つ合わせればこれは結構いけるぞ。あ、今私失礼なことを言ったよね。時々あると思うけど、大きな心で許してよ。